はい、今回フィット入試を受験した理由について教えてください。はい、私は今まで文武両道を自分のテーマとして掲げてきました。このフィット入試ならば学業だけではなく、私が今まで経験してきたこと、チャレンジしてきたことにも注目して評価していただけるので、フィット入試を受けたいと考えました。以上です。はい、もし、今回、合格できなかった場合は、その後どうするつもりですか？はい、この入試の準備だけ準備と同時に一般入試の準備も進めてきているので、一般入試も受けたいと考えています。以上です。